行します。神楽は神社から山笠に乗せる御神体を山笠にお移しする際にそうしますお囃子となります。このお囃子が流れる際には担ぎ手は鉢巻きを取り片膝をつくようになっております。それでは神楽。 Thank you.